5について疑問に思ったことがあります。それは通常技をガードさせて有利を取る、かっこ密着じゃないについてです。例えば中攻撃をガードで有利を取って、相手の暴れを潰す連携をしてもガードされればこちらのターンが終わり、ヒットしても中攻撃カウンターリーターンが低く終わってしまいます。ならばガードで有利を取った後、前に歩いて何か固めに行こうとしますが、相手の暴れが通ってしまえば、ひさたたじ込みからのまとまったダメージを取られ、もしくは暴れ中攻撃のカウンターコンボを食らってしまいます。プロの試合でもこの大一番の時は普段はいらないような暴れから逆転するパターンもいくつか見られます。 さらに、無敵技を持ってるキャラはそれも警戒しなきゃいけないわけで、なんなら固めてる側の方が不利に感じてしまいます。梅原さんもこのように感じたことはありますかえー、っとね。うんと。固めてる方、側の方が不利っていうことはまあさすがにないんだけども、うんとこの感覚はわかりますよ。っていうか、これがあるから、スト5ってジ,ジジした試合展開になるんですよ。えー、っと、要は、牽制からダメージが取られすぎちゃう。うん俺いつも言ってるんだけど、密着が、 密着を作ったやつが偉い、より偉いっていうゲームにすれば、もっと積極的にみんなガンガン前に出るんだけど、まあ、それの、なんていうかこう、顕著な例が、えっ、ー、と、ルークだと思うんでね。ルークのしゃがみショーパンチがめちゃくちゃ強くて、ルーク相手に崩しに行くのバカバカしいみたいな。ルークのそのしゃがみショーパンクかいくぐって、投げ通すに行くのがバカバカしいみたいな。しかも密着作っても、まだ投げ、グラッ投げか投げじゃないかみたいなのもあるし、勝利権もあると、うん。つまり、その、攻めな、 お互い積極的に攻めるのがアクションゲームの醍醐味っていうか面白い部分にもでもあるにもかかわらず、受けが強すぎると、受けがリターン取れすぎると、お互い硬直状態になっちゃうっていう話だよね。だからこれは俺は前々からやめた方がいいんじゃないですかって言ってんだよね。うん。あの、攻め、攻めづらくなっちゃうから、うん、あの、何て言うんだろうな。カウンター側があんまり火力出ちゃダメでしょっていう。もうだから仕込みも俺は嫌いですね。